皆さんこんこにちは、えー、続いて大学野球編になります。これはですね非常に濃い、濃くて長いですので、まあ、前編後編に分けてお伝えしたいと思います。まず私はまあ無名校ですね新学校、愛知県の高校の進学校から私立強校に入るわけなんですね。そこでまず驚くのは部員の数と質,の質なんですね。 まず部員数150名いましたで私たちの学年は特に多くて40名で半分以上大体です、ね、甲子園常連校なんですね、まあ、レギュラークラスは10名いますってことはもう4学年で40名、精鋭たちがいるわけですから私たちのような全く無名の高校の選手ってのはもうほぼ見られないんですねもう最初から戦力としては考えられていないわけですよ。 まあ本当に弱肉強食ってこういうことなんだなって思いましたね。で、まあ、1年生の時に、まあ、非常に僕も恵まれてて、力のある、まあ、相方に恵まれて、彼と一緒にもう毎晩練習してましたね。で、ちなみに A チーム、B チームっていう大きな国があって、まあ、当時 A チームがまあ60名ぐらいで、100名が B チームだったんですね。で、その中で練習時間っていうのは、1日で B チームは1時間しかないんですよ。 H いたい6時間ぐらいあるんですね。まあ、それぐらい違ったんですね。ですから、自分で何かトレーニングしなければ、全く力がつかない状況だったんです。でまあ、僕も1人だったら非常に厳しかったかもしれないですが、本当にまあ相方のおかげで、2人で、そうですね、だいたい練習終わるのがまあよ6時とか7時でしたから、バイトがない日はもういつも2人でです、ね、ナイターつけて、そうだな、10時ぐらいまで。 まあ自主練習、バッティングしたりしてました。で、その時き、まあ、挫折っていうのは、さまあ、様々な挫折があるんですが、特に覚えてるのは、1年生の時に、まず試合出れないんですね、そもそも。高校までは当たり前の試合出てるわけですね。まあ、これは僕だけじゃなくて、みんなレギュラー、3番、4番打ってる連中が、大体県の8以上の高校が来てますから、まあ、当然、出れて当然のメンバーなんですよ。 にもかかわらず、まあ、僕は怪我とかいろいろしてですねもっと無名なここから入ってますからよっぽど練習しなければ見てもらえないんですね、まあ、そういうまあ練習を重ねた結果とある時に夜練習の時にですね、まあ、ある学生コーチが僕の姿を見てくれてで、まあ、実力も見てくれて一、まあ、回、ちょっと打席代々使ってみようと思ってくれたんですで1年生のもう最後の試合1打席ですよ これが僕の1年生の時の唯一の練習試合ですけど唯一の試合に出たということだったんですで1打席をどう生かすかってことなんですねでそれでもう試合前前日と相方に練習に付き合ってもらって自分の中で100%打てるという自信がつくまで練習をしましたそして当日もう 1一球1球、本当に魂を込めてバットもうとにかく自分のスイングをしようともう結果よりも自分のスイングをしようって打席に立ったんですねそしたらですね、まあ、見事ヒットではなかったんですがツー、スリーまで粘って、まあ、全部自分のスイングができたんですねで最後、見極めてフォアボールということで、まあ、試合が終わりました、まあ、フォアボールなんでちょっと PR できたかなと思ったんですが まああれだことに試合後その学生コーチさんが相手の監督から